皆さんお久しぶりです。マイライフハック暮らしを楽しむです。この部屋はですね、簡単 DIY マイチャンネルという名前で活動していた時の DIY 部屋になります。昔から見ていただいた方はわかると思うんですけど、もともと私はおじいちゃんの部屋を DIY していて、で、そこから YouTube の活動が始まりました。で、今日は1年ぶりぐらいにこのお部屋に来ています。めちゃめちゃ寒いです。やばい。もうね、多分ね、マイナス1度ぐらい、もっと行ってるかな、マイナス氷点下だと思うんですよね。めちゃめちゃ寒いです。で、今日なんでこの部屋に来たかっていうとなんですけど、このお家を実は今年の4月にはもう解体することになってしまったんですよね。いろいろ訳があって。なので、この DIY 部屋も、このお家自体も、すべて取り壊しになります。本当に残念ではあるんですけど、実はこの DIY を始める前からそれは決まっていて、だから私は思いっきり、壁を漆喰で塗れたり、このね、ペンキとかを下手くそながらに思いっきりできたんですよね。もう本当ね、そういうきっかけ、その部屋を、貸していただけたおじいちゃんにはすごい感謝しています。そしてそれをすごい応援してくださって、視聴してくださっていた皆様には本当に感謝しております。で、今回、その解体する前にですね、このセリアの取っ手だとか、スプーンの取っ手、すごい可愛いですよね。こういった可愛いものがたくさんあるので、その解体作業をしていきたいと思います。で、その回収したものをまた新たに DIY していきたいと思います。ではですね、まず、回収作業から始めていきたいと思います。二つやっと取れました。ネジがバカになっちゃってるから、穴が。なんか全然ね、取れづらい。で、DIY 初心者なんで、もう、これ本当の始めたてだから、めっちゃね、下手くそなんですよね。
換気扇とかもね、レンガ調にして煙突っぽくしようとしたりだとか、リメイクシートを貼ったりして、自分なりにね、可愛く仕上げようかなっていう気持ちですごい頑張っていました。ではですね、回収したものを見ていきたいと思います。ではですね、回収したお品を一緒に見ていただけたらなっていうふうに思います。この1個目。これ消臭ライトですね。炭を入れることによって消臭を促していたライトです。で、ここにフェアリーライトを入れることによって可愛くね、仕上げようとしていました。はい。消臭効果はね、結構抜群で作ってよかったなって思ってた品です。これは持って帰ります。で、B はね、何でも使えるんで、持って帰ります。で、この取っ手、これはダイソーだったかな。で、こっちは、キャンドゥのめっちゃ可愛い取っ手。これスプーンとフォークになってます。で、これはダイソーで購入した星2つですね。画びょうに裏がなっています。で、これは、ダイソーだったかな？ダイソーで購入したシェルフ的なやつです。マスク下げてました。で、これもダイソーかな？可愛いお星様ですね。これも、回収していきます。ではですね、今回は合計10点回収していきました。もうね、寒すぎてね、滑舌回らないですね。ではですね、今後は、このおじいちゃんの部屋は残念ながら見ることはもうできないかもしれないんですけれども、まあ、今回こうやって回収しに来れてよかったかなって思います。このクッションフロアとかもね、めっちゃ可愛くてお気に入りでした。亀神屋本舗さんから買ったんですけど、ほんと素敵な柄だなって思います。これからこの回収してきた品とかを使って、まあ100均のものとかも使ってさらにね DIY の腕を磨けていけたらなって思います。本当に今まで応援してくださった方ありがとうございます。これからも、新たにまた、まあ名前はね DIY マイチャンネル、簡単 DIY マイチャンネルから、マイライフハック暮らしを楽しむに変わったんですけれども、今後も DIY は変わらず、場所は変わってもね、気持ちは変わらず頑張っていきたいと思いますので、ぜひ見ていただけたらなっていうふうに思います。これからも日々勉強していって、DIY の腕だったり暮らしの収納に役立つ情報を、知識をねアップデートして発信していけたらなって思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ではですね、またお会いしましょう。バイバイ。寒い。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた見てね。バイバイ。寒いよ。